皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日も染田と一緒にトレーニングやっていきましょう。今日は下半身のトレーニング、スクワットやっていきます。トレーニングの王様とも呼ばれる種目でですね、太ももを中心に全身の筋肉を効率よく鍛えてくれる非常にいいトレーニングですので、ぜひぜひ挑戦してみてください。足は肩幅ぐらいに軽く開いていただいて、つま先は軽くハの字に開くような足幅で立っていただきます。そこから背筋をまっすぐ伸ばして、手を胸の前で組んだ姿勢でゆっくりしゃがんで立ち上がってという形でやっていきます。下ろす深さの目安としては、太ももが地面と平行になるぐらいまでを目指してやってみてください。染田はね、20回3セットやっていますけども、重りを持っていただいて10回3セットにしていただいてもいいですし、重りがないよという方は25回ですとか30回といったように回数を増やしていただくのもおすすめです。よくですね、スクワットをするときに膝がつま先より前に出てはいけないというアドバイスを目にしたり耳にしたりするんですけども、それは基本的には間違いだと思ってください。膝がつま先よりも前に出ないようにしゃがもうと思うと、お尻をね、後ろにものすごい引いてしまってお辞儀をするような姿勢でしゃがむことになりますので、かえってですね、腰周りへの負担が大きくなって腰を怪我する恐れが高くなります。ぎっくり腰のリスクが高くなりますので、膝はつま先より前に出ていただいて全然構いません。お尻の真下に椅子があって、その椅子に腰掛けるようなイメージ、お尻をちょっと後ろに引きながら椅子に腰掛けるようなイメージで自然にしゃがむ意識で行ってみてください。疲れてくると視線が下に落ちて腰がね、丸まってしまいがちになるので、疲れた時こそしっかり正面を向いて背筋をまっすぐ保ったまま動くように意識をしてください。で、あまり深くまでしゃがもうとしすぎると、それもですね、腰がぐっと丸まってしまって怪我のリスクを高めてしまいますので、しっかり背筋を伸ばしたまま最大限の深さまでしゃがむという意識でやってみるのがおすすめです。大体そうなってくると太ももが平行になるぐらいの深さになると思います。はい、お疲れ様でした。